国土交通省の出張所長の男性がランニング中に歩道で滑って大怪我を負った事故をめぐる訴訟で、福岡地裁は道路の安全性に不備があったとして管理者の福岡県中川市に約280万円の損害賠償を命じる判決を言い渡した。男性は坂になった路面上の濡れた苔で転倒し、5メートルほど滑り落ちた。判決では、市と男性の過失割合を6対4と認定した。事故現場は、山を切り開いて作った中川市の市道だ。男性が2020年8月10日午前8時45分頃、歩道をランニング中に萩の原峠付近の下り坂で転倒し、複数の肋骨を折る大怪我を負った。男性は市道の管理に瑕疵があったとして、国家賠償法に基づき市に約1652万円の損害賠償を求めて福岡地裁に提訴した。23年10月19日の判決で、福岡地裁は市道の管理に瑕疵があったと認定。一方で、路面の状態は容易に視認でき、苔を避けた走行は可能だったとして、男性側にも漫然と苔の上に走り込んだ過失があるとした。裁判資料によると、男性は国交省の出張所長として河川を点検する際、背中の痛みで作業効率が悪くなったと主張していた。判決では、男性が転倒事故の10ヶ月前にも肋骨を折るなどの怪我を負っており、その影響を指摘。後遺障害に関する損害額を、男性の請求額よりも大幅に減額した。福岡地裁は、全体の損害額を約425万円とした上で、過失相殺した額に弁護士費用を加えて賠償するよう市に命じた。市は判決を不服として11月2日に控訴した。苔でこけた。苔でこけるとはやれやれです。やはりみんなこれ思いつくよな。苔にしやがって。滑ったのが俺だったら自然破壊で逮捕されてたな。普通の人は危険予知して走らないんだが。よっしゃ、公共の場で怪我したら訴訟を起こせばいいんやな。って勘違いされたりせんのかな。国交省がやることだろ。山の中の苔を全部掃除しないと。肋骨を折るやつが続出するぞ。ランニング時の安全性まで責任を取る必要ないだろ。歩道は普通に歩ければよいんだから。ほんこれ。ですよねー。これ。転べば280万もらえるの？庶民は無理や。官僚を苔にしやがってみてーな。これ国交省の人だったんだ。出張所とはいえ。まあ苔が出るってことは水処理を適切な構造にしていないってことだべさ。肋骨。もしかしてどんくさいだけでは。年寄りなのに下り坂で走るやつはいないだろ。だから片っ端から舗装するなよ。山道なんだから。ガラガラドロドロのままでよいんだよ。走るように作ってないとか言われそう。むしろそれ国交省の仕事なのでは。道路の白線消えたまま放置してるけど、あれの方が危険だよ。国交省は基本は一桁国道と一部の二桁国道が管轄だから指導はさすがに担当外よ。あと、白線に関しても法的強制力のある線一時停止や横断歩道、追い越し禁止なんかは警察の管轄で、それ以外が道路管理者の整備部分らしいよ。前問い合わせたら両方教えてもらった。段差わかったんだっけ？ここ山だから草。この所長のせいで日本中の自治体が訴訟を起こされる。国交省の人だったのか。なるほどその道のプロなわけね。ちょっと散歩行ってくる。これからは道で苔を見つけたらよっしゃ賠償金ゲットってダイビングしてこければいいのか。国道だったら国に賠償させたてたのかな。日陰になりやすい場所やな。俺も。お気の毒だが、自分の身は自分で守らないと。苔以外も危ないところは多いし。この件に関してのクレームは、国土交通省で OK？ 何やってんだこいつ。国土交通省の管理する道路に苔が生えていて滑って怪我したら国土交通省に損害賠償請求をすればいいんだな。雪道で転んでも除雪不足で責任転嫁できそう。昔道路に穴がありパンク。役所に文句言ったら謝罪だけ。車屋に話したら請求できないと言われた。最近この手の判例多くなり、スルーさせた車屋に腹が立つわ。これからは国道苔ダイブがブーム。俺も風呂場でペペローションで滑って膝の皿割った。過失割合はペペ8、風呂タイル2でいける？背中の痛みで作業効率が悪くなったと主張していた。それ損害受けてるの国交省なのでは。苔売ります。こんなの買っても周りから白い目で見られるだろ。容易に視認できる状態で避けられたのに走り込んだ。10ヶ月前にも肋骨を折る怪我をしていた。ふん。苔たのは災難だったが難癖すぎる。道路に飛び出してる街路樹とかも引っ掛けて怪我したら訴えていいか。完璧に整備しきれてない歩道は全部通行禁止にするしかないわ。金ねえし、上級がというより、どこにどうごねればよいか、業務上、熟知してるからだろう。ただのクレーマーは責任の所在も理解せずにトンチンカンな部署に文句を言って終わる。うろう、苔探すぞ。そうなるわな。こういうことして役所で浮いたりはぶられたりせんのかな。出張所という勤務先のトップなんだが。これから高齢者増え続けるのにこんなのきりないだろ。ああなるほど。相手が悪かった。なんでこんなもんが通るのかと思ったら。山道や崖下なんか雨の時の散水のせいで泥や苔で湿ってる歩道たくさんあるけど、今後どうなんのこれ。国交省の人というのがなんともまた皮肉な。大怪我はお気の毒だが歩道でランニングしてたんでしょ自己責任と言えなくないか。実際ランナーが歩道走ってるのって歩行者にとってはめちゃ迷惑だし、15万くらいが妥当じゃね。
入院期間がどのくらいか知らんけど健保以外の負担って結構少なく済むし。漫然と苔の上に走り込んだ過失。なんか笑うな。歩道はランニングする場所ではない。だんだんアメリカみたいになってくるな。弁護士も増えてるもんね。つか、路上の苔を市が掃除してなかったから俺が苔て怪我したじゃねえかって話なわけ？だったら訴えられうる素材は全国に億万件転がってそう。こんな前例作っちゃっていいわけか？こいつは金じゃなくてプライドで訴訟したんだろうな。変な判例を作らせたせいで後で苦労する人間が増えそうだな。じゃ整備するお金ないから、日本中、即通行止めだね。こんなへんてこ裁判で日本中物流から何から止まっちゃうとか悲惨だね。おぜ道を荷物背負って歩くおじちゃんが一番お給料良くなるね。人助けだね。美しい助け合いですね。山あいの道の下り坂で走るなよ。どちらかといえばランニング禁止にしなよ。下り坂を走ってくる人間なんて、普通に歩いてる人にとっては迷惑だ。皇居の周りを走ってる連中も問題になってたな。ずっこけ、放置だけに。マジかよ、この国交省所長は所管省庁に文句言わねえとな。こけでこけた、それだけだ。これで裁判するってすごいな。国交省様には逆らえない。足をキャタピラに乾燥しろよ。道路のチェックが仕事なのに、路面を見もせずに滑ってこけたのかよ。間が抜けてるだろ。民間人でもそういう判決になるのか気になるわう。福岡市は人口流入で増えてるが県では減少。今後道路の整備ができない地域が激増なのに減少、地方都市でも国道拡幅とかはやってる。東京23区でも今後赤字転落が予想される地区がある。なんだかなーっと考えさせられる事故だね。この判決は恐ろしい。こんな難癖で賠償命令じゃ維持管理のお金も人員も確保できなければ、老朽化廃道まっしぐら。税率上げたって人口減るから税収は減る。委託する民間企業もこういう職種は著しい人手不足。役所も技術系職員は応募者が減っているそうだ。なんやこいつ。なんとこれ国交省の人間だったのか。めちゃくちゃな判決だ。俺の年収分を一瞬で稼ぐのずるい。そんなに細かい道路点検と清掃してほしけや。金出せよ国交省。自治体にそんな余裕ねえから。こんな山間部の歩道のコケ取れって金と人でいくらあっても足りないな。コケで滑った、落ち葉で、砂で、グレーチングで。中川市は市道にある歩道は全て危険なので通行禁止にしていいよ。つうか、こんな判例できてしまったら全国全ての歩道は危険なので通行禁止だな。転んでもただでは起きないということわざは、この事故から来てるんだな。塗りたての横断歩道とかでも、歩行者も電車も滑りやすいから。注意勧告を言っていない横断歩道は滑ったら賠償責任追及できるんじゃね？アイスバーンでもいけるかな。今年の冬は裁判が増えそう。これから冬だが雪国の歩道で転んでも管理者側にも過失割合が発生するんだよな。歩道を常に完全に除雪して凍らないように乾燥させるとか無理だろ。年に一度雪が降るような地域も賠償請求祭りになるわ。そもそも歩道を走るなと。歩行者とすれ違う時とかこれすごい危ない。車道側走れよ。このままだとランニングの事故は今後も増えるよ。車やバイクで滑っても賠償してもらえるかな？自転車なんてこけまくりだろうし。ちょうどイチョウの落ち葉がたくさんあるな。雨も降ったしよく滑りそうだ草。歩道でランニングするな。訴えたのが国交省の役人なの面白いな。道路管理について知り尽くしてそうだし、同僚だからこそ許せなかったんだろう。国交省出張所長、ここは危ないな。こけす、滑るするわ。道路の陥没、街路樹の倒壊、落ち葉などによるあらゆる被害は管理者が賠償させられる。税金高くなるわな。市役所が全ての道を確認する必要ができたな。埋まる古墳でも、役所の責任か？歩道はランニング禁止にすべきだと思うよ。学校だって廊下走ったらダメなのに、転びやすい外でランニングとか。そんなのやっちゃダメだわ。苔以外にも落ち葉とか、細かいデコボコとか、走ったら危ない箇所が無数にあるもん。走りたい場合はランニングが許可された専用道路で走るか、もしくは転んでも自己責任という覚悟で走るかだな。別に禁止にしなくてもいいだろが、ランニングするなら路面の状態くらい、事前に確認すればいいだけのことだろ。雨が降って転んだ、雪が降って転んだ、苔も同じやん。国交省がきちんと指導しないから苔が生えたり草が生えるんだよ草。全国の市町村にきちんと指導しろよ。出張所長ってキャリア官僚なのか？昔の国家に人かで採用されたノンキャリアがつくポストのような気がするんだが、ノンキャリだと思う。人生こけてる俺たちにも金くれよ。俺の方のコケもなんとかしてください。市長から国交省の地方整備局長や本省に抗議してもいい気がする。一般人の被害なら理解できるが、公務員やん。所長は裁判起こす前に整備局長や本省に報告したんだろうか。プライベートな被害だから報告してないんかね。だんだんアメリカ見たくなってきた。笑ってはいけない草。ランニングと聞くと軽い感じに思えるが、この人前にも転倒してるし、レースのようなスピードで走ってるんじゃないのか。そりゃ危険だわ。丸ななかっただけでもラッキーと思わないと。国の管理している河川敷でこけたら、国は責任を取って賠償してくれると理解した。下り坂の歩道をランニング中に転倒して5メートルほど滑り落ち、肋骨を折るなどの怪我をした。運動神経。福岡は市内の歩道でもこけで滑る。こけらん。大阪で事故多発してた方円坂交差点では車線の区画線を塗り直したら事故が激減したらしいが、
じゃあ行政はここで事故を起こした人たちに賠償金払わんといかんのんちゃうか。これが行政の責任になるのなら、多くの管理しきれない行動は通行止めになるよ。歩道でランニングするやつって歩行者にとって自転車同様危険な存在。車が水たまりを避けきれずに歩行者に水を浴びせた場合も運転手やなくて道路の不備として行政が保証しなあかんな。自分の土地から湧き水でも出たら恐ろしい。あ、いいこと思いついた。意味わかんねえ、なんだこの裁判。またこけたのか、と思ったら前と一緒のやつか。もはやニュースじゃねえ。中川氏は控訴したみたいだな。被害者がこけた証拠がないらしいくさ。これからこの市はビッグマルーター並みのコケ清掃しなきゃ。また起きますよ。前にニュースになってた時は食料まで明かされてなかったけど、国交省の役人だったのかよ。弱者である市の方に肩入れしたくなったわ。海水浴で溺れたらテトラポットが足りなかったとか訴えられそうだな。多摩川の土手はバイク通行禁止だけど、国交省の職員は乗ってるよね。あれは自転車より危険なのでやめるべき。今後こういう裁判増えるだろうな。歩道なんて至るところでガタガタなんだから。こんなん賠償してたら、家で階段落ちて怪我しても歩道でこけたっていうやつが出てくるわ。わしゃこけた。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。